チャンネル。すいません、待って、ちょっと待ってくださいね。うわ、いい試合。いや、もう当然バーチャル高校野球ですよ。あ、ちょっと待って。おお、置いときたい。置いときたらダメですか。あ、すいません、はい、後ろ見てもらったら分かる。虎なんで。あ、ちょっとごめんなさい。ちょっと、ま、今日ちょっと見えないです。はい、小屋回っておりますごめんなさい、はい、ちょっと待って。いや、よし、ちょっとだけね、我慢していただいて。ちょっとここからトラウンドで、はい、いや、もちろんですよ。いや、もう、わかりました。皆さん、借金返済おめでとうございます。いや、これはもうちょっとね、いや、ここにね、ある通り、なんだろう、こんな嬉しいものですね。コメント欄、ヒロドの小部屋見てると、この小部屋が始まってから、はい、こう、ちょっと阪神ちょっと気づきました。いや、皆さん、私、いや、おこがましいんですけど、当然それ影響ないんですけど、コメント欄全部見てて、そう、その、リップサービスですよね。たくさんのリップサービスでこう、小部屋してから調子いいみたいな。皆さん、私そういうの鵜呑みにしちゃうんで、そういうことでこう、いいですか。もう、この瞬間だけはそうだっていうふうに思っていいですか。この部屋だけはそれ。そう、この、うん、で、この部屋一歩出たらもうそうじゃないって地に足つけて邁進していくので、なんか嬉しい。それはありがとうございます。ヒロドの小部屋。ちょっとガラッと話変わりますけど、はい、今週末、うん、スカイエーでちょっと何やら面白い番組出たっていうの聞いた聞きました。せっかくなんでちょっとPR してほしいなと思って。いいんですか、はい、小部屋で。小部屋でいいです。あ、でもまあそうですよね、ある意味。そう、実はですね、ドラフトハンターというドラフト特番をこの7月にやったんですけれども、レジェンドを2人呼びました。金本智明さん、川上憲伸さん、この素晴らしいピッチャーとバッターの方の目線、プロ野球のレジェンドの OB の目線でいろんな選手を語っていただいているので、ぜひ注目していただきたいので。まとめたんですか。キュッと面白くまとめたんで、ちょっと。わかりました、 V 振りします。それではちょっとだけお見せします。ご覧ください。なあ、ヒロドの小部屋。長年プロ野球ドラフト会議を中継するスカイエーが、ドラフトの目玉となりそうな選手を発掘し、どこよりも早く、そして深く掘り下げる新番組となっています。スペシャルゲストには2人のレジェンドにお越しいただきました。元阪神タイガース監督、金本智明さん、そして元中日エースでいらっしゃいました川上憲伸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初共演ということで、意外にもなんですよね、金本さんですかね、はい、そうなんですよ、実は。どうですか、川上憲伸さんは。いや、もうやっぱり現役の時のイメージがずっとありますから、はい、つまりそれはどういったイメージ。やっぱりちょっとこうアウェー感と、やっぱ緊張感ありますねこの番組ドラフトの番組ということで、それぞれお二人にドラフトどういう心境で過ごしてたのか。いや、僕はね、もう当時のね軍隊式の広島ですから4位なんていうのはもうプロ野球選手は認めてもらえないぐらいの、1位が町田浩二郎っていうね、専修大学から入った、ま、マッチにいたんですけど、町田はもう無理させるなっていう練習をね、はい、怪我しちゃいけんから。こいつはもう下っ端やから、もうやらしとけみたいな、もうもろに言われましたからね。そんな違いが、まあ、カープはそういう感じでしたね。へ、ああ、まあ、ちょっとその流れでのお聞きしたいところが、憲伸さんは1位ということで、ドラゴンズいかがでした。はい、1位ですか、うん、ちょっとごめんなさいね、この流れでごめんなさいね。それはプロ入ってから温室メロンですしかも美味しい温室メロンです。甘い甘い、はい、まあ、それは新人を取ってるぐらいですから。いやいや、そう、確かに金本さん言われたようにキャンプの、第1回目の休みの日なんかはルーキーでどっか出かけようなんか、いちご狩りとか、はい、だから僕はその当時ですと、はい、沖縄で、みんな僕の
あの一軍が泊まってるホテルみんな集まってですね、早速イルカを触ろう、イルカを触るアクティビティみたいなのがあるんですよ、そこに飼ってるイルカを。でなんなら1位2位の人は触ってこうってカメラでこんなんやってるんですけど、はいはいはい、それ以降はじゃあ行きましょうかみたいになったりとか触ってすらないと、うん、だから申し訳ないなっていう思いが、だから申し訳ないな金本さんと言いますと、今タイガースは金本チルドレンが大活躍でございます。金本さんに原石を発掘するためのドラフト論を伺いたいと思います。題して金本智明のゴールデンアイいい表情されてますねゴールデンアイといかがですか。まず2015年、今阪神ファンが声を大にしていた青柳投手ドラフト5位ですよ、はいはい、今やもうエースと言いますか、まあ、この時は僕監督就任してすぐのドラフトで、正直ほとんどビデオも見てないんですよ。なるほど。スカウト会議にも出てませんし、で5位ぐらいで、はい、ちょっと変則の面白いピッチャーいないんですかって僕は聞いたんですよあ、そうだったんですね、はい、当時の佐野スカウト部長に、うん、それはまあ面白いのはいますよ、帝京大に青柳っていうのは、はい、って聞いて、じゃあそいつは変則で球は強いですかって、球は強い、うん、変則で球強くて癖玉ツーシームみたいな、はい、が投げれます、で体強いですかって、体も強いと、うん、もう行きましょう行きましょうってそのくらい時間かかりますよって言われたんですね、はい、どこら辺ですかって言ったら、バンド処理ができない、牽制ができない、はい、で変化球もスライダーが投げれるけどどこ行くか分かんない、もうほとんどまっすぐツーシームのピッチャーとって言われたんですけど、まあ、変則で球が強くて癖玉で体強くて、うん、もうそんなもん行きましょう行きましょうって言ったんですよ。じゃ金本さんもその行きましょうがなければ、今やもうドラのエースそうですね、何やってんだろうな親木君は今矢沢選手ご覧になってどうですかね、こう今二刀流で行くのかピッチャーなのかバッターなのかって、結構多分各球団いろんなスカウトの方に話聞いてもそれぞれこう意見が分かれるんですよね、やっぱりいやバッターの方がいいんじゃないかっていう方もいればやっぱりちょっと身長が低いんでピッチャープロの左先発だとどうなんだみたいな印象どうですか、ね、いやパリーグ行って大谷選手みたいにねやればいいんですよ。いけそうですね本当に、うん、本当ねもう大学生ですか、大谷選手はまだね高卒で、はいはい、あれ体ができる前からやってましたけども、体もある程度できてると思うし、日本のプロ野球もね大谷選手みたいなのどんどん作っていけばいいのに、可能性があれば楽しいですよね、うん、今年のドラフトの期待するところをそれぞれ教えていただければと思いますが、まずは金本さん、今日特集された選手たちがね、はい、どこに行くのかなっていうのが楽しみですね。まずそこですね。なんか、今日のこのね出演で今までで一番ドラフトが楽しみになったなっていう、監督の時より楽しみだなって